めましての人、はじめまして、初めてじゃないかと。あのですね、僕実は距離があるとすごく話しづらいんですよ。で、あの唾かぶってしまうかもしれないんですけど、めぐみの唾だと思って、我慢していただいて、くださいね。あのピアノの牧師先生も、司会の牧師先生も、マジックの牧師先生もみんな僕の先輩で、DTJ ってすごいなって、いろんな賜物があってね、すごいね、また賜物、特技でもありますけども、僕にももうちょっと何かあったらもうちょっと女にモテたんじゃないかななんて思ってますけど、まあ十分モテましたから、今ね身を固めて4番目の妻と一緒に来ました。それで、私も3番目の夫なんですよ。これね、2人合わせて7回ね、完全数ですよ。すごいですね。でこのね、実はこのシャツね、このシャツでなんで来たんやねんみたいな感じなんですけど、実はこれはですね、僕の一長羅なんですよ。彼女がね、18の時に産んで、今25歳、年は聞くな、それで分かると思いますけど、この娘がですね、僕と初めて会った時にね、アメリカから買ってきてくれた、これを自慢したくて、実は来てきたんです。で、いろんなところで僕に学校に向くでしょ。で、企業も行く、NPO 法人も行く、そういった一般のところでお話ししている、今日は CD、2枚、これはハーベスト進学校とダルクで喋ったものですね。それとこれはセットになって400円。で、いろんな NPO とか、非行少年と向き合う親の会とか、コマーシャルばっかりしますけどね、そういう沖縄少年で喋った話とか、みんなほとんどアドリブですから、それをね録音したのが2枚で400円、なんて安いんだって、ね、そしてこれはヒズコールチャージですけども、よそで説教したあの顔を捨てたら500円なんですね。顔を捨てたら顔を捨てるとそれ高いで、売ってますから、まあね、臨場感生と違いますけど、まあ、もし聞いていただけるなら嬉しいな。それから、ヨハネ第3、第2か、もう忘れちゃいましたけど、まあ大体僕ならこんなもんですよ。ね、順形伝道するものの役にね、その人たちを支えなさい。そうすればあなたは同じ泥者だ。ですから、泥者となるために買ってください。ということで、この間ですね、倫理法人会っていうね、経営者の集まるね、セミナーで2晩やってきたんですね。そしてね、それは宗教じゃないって言うんだけど、宗教なんだよね、一種のね。で、その臨読ってこの司会者となんとかこう読むんですよ、ね、はいという素直な心みたいなね、そういうことをやってやるんですけど、その聖書のそのいろんなの引用っていうんですかね、一粒の麦しなば実はならんとかね、言うんですよ。もうこれは聖書ですよ。で、いろんな張り紙にしてあって、ね、怠け者は朝を憎むと、これは聖書だ、こう言うんですよ、これは聖書だ、こう言うんですよっていう話をしたんですよ。そしたら臨時法人会皆さん、ほーって聖書は倫理に通じますね、逆だろって、お前それ逆だよって、ここまで出ましたけど、そうですよねって、言いましたけれども、その皆さんね、終わってからそのシェアをね、その居酒屋さんとか行って、今日のこんなセミナー、こんなとこが良かったですって言ってね、発表してくるんですよ。で、皆さんね、その中にね、何が一番心に残りましたかっていうね、話をしたら、行いの伴わない信仰は死んでいます、これが私は心に残りましたって言うんですよ。お前それ聖書の言葉じゃんか俺の言葉じゃないけど一番いいぞなんて言いながらやるんですね。すごいですね。僕もね、あ、こんなとこ、僕は どこ行っても聖書の話する。もちろんだって初めから牧師を呼んでるわけですから、聖書の話しなきゃいけない、私が救われた証をしなきゃいかないね、教会でも救われた話をしなきゃいけない、だから私はね、牧師であってもよそに行ける、これは神様に許された、神様からいただいたチャンス、賜物ですよ、ね、で、どんな話もしますよ。
政治と軍事ものでなければしますよ。政治の話するとね、ガツガツにされちゃうかもしれない、ずっと寝られちゃうかもしれない、ね、もうそういう世界嫌ですから、政治と軍事もののね、その自衛隊の話とかそういうのもね、ダメよって、それがやったら何でも話しますよ。だから幼稚園生とも話す、幼稚園のあれ説教するんですよ。アテンションないでしょ、もうだから3分とか5分でね、やっつけなきゃやっつけなきゃやっつけなきゃいけない勝負しなきゃいけないね、アンパンマンだよ、ね、アンパンマン命のパンだよ、自分の身を食わせるんだよ、ね、それでは友達は元気になるんだよ、ね、そういう話も作んなきゃいけない、とにかく振り向かせるね。中学校高校に立てばアウェーですから、何しに来たんだこの大人みたいな感じで俺はもう俺は聞かねえぜんで、しかも刑事制高校なんかもう半端じゃないですからね、俺はもう入るね、一緒に行きましたよね、もう前座って悪いんですけど、とにかく振り向かせなきゃいけないと思ってマジックをしてるんですね。それでもね、もう刑事制高校の一つだったらもう勝ったらいいんだよ、もう俺はよだから僕はね、高校行くときは絶対スーツ着ないんですよ。スーツ着ていったらもう最後、もうまたつまんない男、大人が来たよ、ね、だから最近はもう行くって決まったら、パンフレット持って、ね、前科前歴をもう吐き気がして、ね、もう勝負しなきゃいけない、やっつけなきゃいけない、で、いろいろところで言うんですけど、裸なんなきゃったら魅力がない、ね、メッキはすぐ剥げる、それと同じように自分はどのように生きてきたんですか、ね、聖書を読むと、どん底だったことで、弱かったこと、ね、腐ってたとこ、ね、そんな過去のことはない、全然、意に返さない、ね、実はこの方出てからまだ実は3週間です2週間ね、三夜の黙示薬などに泊まって、で私がちょっと僕が救われた教会にね行ったんですよ。行ったんだけど移転しちゃって、人生やり直し道場ってね看板だけだったで、そこで NPO に、そこは NPO もやってたんで、 NPO に電話したら、すいませんもうやってませんみたいなこと言われて、だったらもう新藤達也って牧師がいるからね、そこに行ってみなさいってね来たんですよ。で彼は全然今も聖書初めて読むんですけど、彼のお母さんっていうのは熱心なクリスチャンで、日本キリスト教団のお墓に入ってます、ある教会のね、国たちの方の。だから神様はな、必ず聞くんです。今日も朝はねデボーションやったらね、ヒゼキヤの祈りね、それから、もうイザヤはもう聞いたよってね、主はこう言われる、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙を見た、だからあなた15年延ばそう、祈ったら必ず届くんです。神様は必ず答えてくださるんですよ。これ信じてなかったらクリスチャンじゃないんですよ、ね、信じてますよ、十字架も復活も信じてますよ、私の祈りを必ず答えてくださる神様っていうのがクリスチャンですよ。どうでしょう、必ずですよ、必ずどんなことがあってももしかしたら聞いてくれないかもしれないですね、本当に聞かない時もあるんですよ。神様はね、耳を閉ざすんじゃない、聞いてんの、聞いてるよ、お前にはまだ早いっていうね、ウェイス、ね、待て、犬みたいに待てってね、そういう時もあるんだよ、ね、待て、ね、それからゴーっていう時にね、いけいけとんどんってね、もう今やる気ないって、もうバッコ、もう 俺は行きたくないって出された時だってある、答えをくださらないね、それはなんで、もっと大きな一口が、ま、もう持ってんですか、神様。だから どの祈りにしても必ず答えるのが私たちの神様です。だから生きてるんですよ。それをどこまで僕はポジティブに考えられるのかっていうことで、全然話とかね、大体こう話していくとどこに行ってしまうんだろうかっていうような話じゃない、なんでレジュメがないからね、でも一応さっき一緒に行った時に5分ぐらい考えた。でも聖霊様の道、僕は大好きだから、大好きじゃない、僕は別に決して勉強嫌いだとかね、皆さんのね、よく進学校でね、1日8時間説教に取り組んでね、40時間ね、皆さん働いてる時にちょいつ伝道するんだみたいなね、
まあ、それはね、お母さんは弁護しなきゃいけない、カウンセリングしなきゃいけない、あらゆるあらゆる仕事をしながら、僕なんか給料もらってない、ね、仕入れをなきゃいけない、電車で本を売ったって、もう印税先にもらっちゃってるから、もう本を売ったって100円か50円しかならない、でも読んでもらいたいんですよ。弱っている人、ね、腐っている人が立ち上がるための本ですから、だから恥さらしてるんですよ、僕は。前科7班。元役なんて言いたくない、指もないことなんて言いたくない、言わなくてもいい。でも僕でないと救われない人がいるんですよ。そうでしょ、このフレーズでないと、前科7班、元ヤクザ、入れ墨があって小指がない、これ言ってああ、俺もやり直せるっていうバカ野郎がいるんですよ。バカ野郎がね、俺はバカ野郎だからバカ野郎って言えるんだよね。でバカ野郎だから兄弟バカって言ったらいけないんだよね、聖書ね。でも俺がバカだからいいで言い訳言ってるけど、そういう人たちに、を一人でも多く救いたいと思っているからね、ネットでは散々書いてます。2チャンネル 3つもチャンネル持ってるの俺だけだ3つのチャンネルで新藤牧師を応援するスレっていう、なんだろうなと思って俺の悪口ばっかり、ね、全然応援してねえんじゃないかみたいな。でもそこで僕はね、やる気になるんですよ、よしって。でもだってその人たちを救いたいなって思わないよ、正直。そんなに心広くないよ。でも許す心はあるんだよ、神様によって。僕はね、でそういうこと書くってことはもう注目されてんだとか。でね、ちょっと見たくないバカだから俺クリックしてくる。そうすると僕のあのブログの中からね、持ってきた写真が貼り付けちゃう。ほんで奥から右の列の奥から3番目が奥さんですとかね、よく見てんだよ俺のブログ、見てくれてんじゃんと思って、もういいやと思って、もうそのうち救われるんじゃないかなと思って思ってるんですけど、まあそれでローマ書にね、証明と賜物は変わらないって言うんですよ。だから僕がね、2チャンネルでいくら応援されててもね、くじけないのは証明と賜物は変わんないから。賜物はね、使わなかったら持ち腐れよ、自分の賜物。賜物使って今ピアノやってんじゃない、賜物使ってマジックやってんじゃないと、ね、自分の持って生まれた無償のプレゼントでもらってるね、もう努力なしにもらって才能ですよ、ね、知識だってそうでしょ、あーこれいい話でしたねって終わったら救いにならないんですよ。知恵っていうのはね、やっぱり神様からもらって、こうなんでここにあるんだよ、ここにって、こう幸せになるね、救われる全てのものが載ってるって、これを僕たちが実践するときに初めて生きて知恵になるんでしょ。人が救われていく、自分が救われていく、これを読んだだけじゃダメなんですよ。信じることだ、信じて、救われるんでしょ。信じるんだって、これ読んだだけじゃダメでしょ。心から、あそうですね、アーメンですって言って初めてです。僕たちがね、その証明と賜物をね、持ってるだけだったら、知識として持ってるだけだったらダメです。ダメって言っちゃいけないんですよ、ダメです。だって聖書なんて書いてあるんですか。聖書はキリストの身の丈まで成長すること神は望んでるって書いてある。もちろん神様はそのままでいいよ、お前は全部が好きだよって神様は言ってるんです。だからそこに入ればいいんですよ、信じて入ればいい。入った後はね、成長したからね。でも僕はね、いつもこう、僕の牧会学はね、こうなんですよ。だいたいこれがあると、新聞、僕が昨日こうやって新聞紙やると、だいたい説教がまとまっていくんですよ。自分の言ったことをね、こう思い出して、これ